内閣官官房長官の菅でございますサイバーセキュリティ月間を迎えるにあたり一言申し上げます。近年パソコンやスマートフォンだけでなく家電自動車など身の回りのさまざまなものがインターネットに接続され国民生活や社会経済活動を営む上で幅広い世代がサイバー空間を活動の場としています。その一方で ランサムウェアなどにより企業や個人を狙った被害が増加するなどサイバー攻撃によるリスクはますます深刻化しています。また我が国では2020年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が予定されており大会成功のためサイバーセキュリティ対策に万全を期す必要があります。そこで政府は、 14インフラ事業者のみならず中小企業や国民の一人一人に至るまですべての皆様がサイバーセキュリティの重要性を認識し自ら進んで対策を講じていただけるよう2月1日から3月18日までをサイバーセキュリティ月間とし参間各民が連携して啓発活動を実施します。期間中 全国各地で多数のイベントが開催をされますぜひこれらにご参加いただきサイバーセキュリティに対する関心を高める事情にしていただければと存じます政府のサイバーセキュリティ対策に対し今後とも皆さまのご理解とご協力をお願いします